するヤギッチの時、うん、はい、ヤギッチ皆さんお疲れ様です。ヤギッチです。メディアサジェ J2 リーグ第33節清水エスパルス対横浜 FC さんとの、国立決戦1対1の引き分けで終わりました。お疲れ様でした。やっぱりね、国立ということで5万6000人近いサポーター入ってくれて、大いに盛り上がりまして、これにね尽力してくださった皆さん、まずはありがとうございます。お疲れ様でした。やっぱり試合を考えると1対1っていうことと、1点決められた後からよく追いついたなっていうところが、正直なところでございます。負けててもおかしくなかったですし、私の個人的な意見からすると、そうですね、前半でやられた時の、試合からちょっとホームアドバンテージが加わって引き分けで終われたなっていうところなんですけれども、まあプラスの意見を言うと、まあ、まずねこの首位決戦のところで引き分けで終われたっていうところも、まあやっぱり大事です。でもやっぱりね、こう J2 優勝して J1 昇格するっていうところのプラスこの先も鑑みると、やっぱりね横浜 FC さんにやられてばっかりじゃダメだなっていうところがやっぱりあります。はいね、でも本当に横浜 FC さんのこのね、ボランチだったりディフェンスっていうところがうちのねこの作りの部分でめちゃくちゃかっさらって、どんだけやってくれんねんっていうぐらいね、本当にそういう試合内容でしたんで、いやーどうしよっかな、全然作れないじゃんっていうところをね、まあ前半ずっと考えましたし、後半途中ですね、あの3枚替えがあってからちょっと若干変わったかなっていうところもあるんですけれども、それがなかったら多分ズルズルいったんじゃないかなっていうところもあります。はい、本当に私個人的にはごめんなさいね、本当にいろんな意見があるかとは思うんですけども、矢島選手が入ってくれてやっぱり最近変わるっていう部分がすごくあるんで、こうスイッチを入れ替えるっていうか、こうね、相手の脅威となることをしてくれるっていうところ、すごい矢島選手には期待してますんでね。やっぱり最近その部分があって負けてないっていうふうには自分は思うので、そこはちょっとまあでもそれは対策されちゃしょうがないんですけども、今日もねなんやかんやでそこの対策もね横浜さんやっぱりさすがしてくるなっていうところなので、まあスイッチの入れ方だとは思うんですよね。まあ不発に終わったって思うと、本当に今日試合が一日辛いものになりますし、まあやっぱりねこのオレンジに染めた国立決戦、ね、めちゃくちゃ盛り上がったんで、やっぱり勝って笑って終わりたかったっていうところがあるので、本当にね今日はちょっと反省点ですね。国立決戦楽しいんだけども楽しくないっていうところがねやっぱあるんで、別れても好きな人みたいなそんな感じかもしれないですけど、はいまあでも切り替えてねやっていきたいと思いますし、はい、今年もうあと残り5節です。はい、次は水戸アウェイ水戸戦、そしてホーム帰ってホーム山形戦、どのタイミングで昇格が決まるか分からないですし、ね、どのタイミングで長崎さんが負けて内側あ昇格したっていうタイミングがあるかも分からないですし、ね、順位表とにらめっこしながらのそういうところになるかと思うんですけども、まあね、あわよくば本当に全勝してもうぶち切れで優勝するっていうことがね、エスパルスの本当に昇格に向けての大事なことなので、それに期待してもう我々はね応援してやっていくのみなんで、はい、やっぱりねサポーターと選手がこう衝突してっていうね雰囲気悪くなってっていうのは本当に嫌なので、はい、もう切り替えて次選手チームを勝たせるために、一生懸命やっていきましょう。お疲れ様でした。では次アウェイ水戸戦、もう苦手水戸ですけども、はい、嫌なところもあるかもしれないんですけども、それをね、今回払拭しましょう。はい、国立でね払拭できなかったんで苦手をね今回克服してやっていけるようにしていきましょう。お疲れ様でした。では参ります。エスポーツ絶対勝つぞ。お疲れ様でした。